2023年9月17日、ウクライナ軍のオレクサンドル・シルスキー陸軍司令官は、昨年から激戦が続いている、東部ドンバス地方ドネツク州のバフムート近郊において、バフムートの南にある集落の一つで要衝のクリシェイフカをウクライナ軍が奪還したことを明らかにしたよ。さらに同日、クリシェイフカ奪還作戦に投入されていた第80空中強襲旅団が、第5強襲旅団や国家警察のユート旅団などと共にクリシェイフカの奪還に成功して解放したと発表し、このことを受けたウクライナのゼレンスキー大統領は同日のビデオ演説にて、バフムート地域で領土を徐々に取り戻しつつある戦士たちを評価したいと述べ、クリシェイフカを奪還したウクライナ軍第80空中強襲旅団、第5強襲旅団、ユート旅団の兵士の戦果を称えたな。さて今回はウクライナ軍がバフムートを包囲する可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍東部戦線司令部の報道官もクリシェイフカ解放を確認したとして、17日にクリシェイフカは正式に占領者から解放され解放された地域の安定化とロシア軍が埋めた地雷の除去が進められている、とした上で、我々は多くのロシア兵と装備に損害を与え、深刻な敗北をロシア軍に与えたが、クリシェイフカを確保したことでバフムートに駐留しているロシア軍の側面を露出させることに成功し、バフムートへの南側からの兵站ルートである幹線道路 T51 を掌握することが可能な地点まで進出したと述べているよ。クリシェイフカ近郊にはバフムートを見下ろせる重要な要衝である高地があり、ここからウクライナ軍がバフムートに対して、精密な砲撃を実施することが可能となるため、ウクライナ軍がバフムートを奪還する可能性が高まったことが指摘されているが、クリシェイフカから後退したロシア軍はこの地域の予備戦力を総動員して集落の西側を通る鉄道路線と、そのさらに西側を南北に通る幹線道路 T513 に防衛ラインを確立しようとしているとみられているんだ。東部戦線ではクリシェイフカのさらに南にあるアンドリーフカも15日にウクライナ軍が奪還したことを公表していて、バフムートからアンドリーフカまでの約 10km の地域を、ウクライナ軍が掌握したことになり、バフムート奪還の足がかりになると見られているよ。なお、ウクライナ軍は18日には、クリシェイフカの周辺でロシア軍との戦闘を継続中として SNS 上に投稿していて、奪還を宣言したもののクリシェイフカ付近での戦闘はまだ続いているとしたほか、ここ最近ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられていたハルキウ州クピャンスク及びドネツク州リマン方面の戦闘が、小康状態になっていることも明らかにしていて、クピャンスクリマン方面には第25軍の再配置が進められているものの、戦闘は散発的で発展していないため、当該地域の状況は小康状態を保っていると述べていて、クピャンスクリマン方面の戦闘は散発的な砲撃戦に終始しているとみられているな。これらの東部戦線でのロシア軍の低迷については、この方面における強力な後方予備戦力として、最前線の部隊にとって精神的な支柱であった、第76新鋭空挺師団を、南部戦線に移動させたことが大きいとする声が上がっているぜ。第76新鋭空挺師団はそれまでルハンシク州西部のクレミンナ付近で部隊の再編を行っていたと見られているんだけど、ロシア北西部にあるプスコフ州の州都プスコフ区に本拠を構える同師団は、ロシア軍がウクライナへの侵略を開始した、2022年2月24日以前から、ロシア軍地上部隊の中でも盛況とされている、空挺軍においても特に精鋭部隊であるとみなされていたね。この侵略戦争のほとんどの期間において最前線に配置され、侵略戦争初期の数週間はウクライナの首都、キーウ攻略を目指す軍団配属となってキーウ周辺での戦闘に参加しており、2022年春にはブチャでの市民虐殺に関与したことなどが伝えられているんだ。キーウ攻略戦においてロシア軍はキーウ近郊に迫ったもののウクライナ軍の抵抗によって占領を諦めたことで、第76新鋭空挺師団はウクライナ中北部から撤退して東部ドンバス地方の戦線に投入され、
2022年8月にはウクライナ軍による南部戦線において反転攻勢作戦が開始されるとの陽動作戦にロシア軍司令部が欺かれたために、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸地域防衛のために移動するなどして、ウクライナ各地を転戦していたぜ。ヘルソン州においては陽動作戦であったものの、結果としてウクライナ軍が州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川西岸地域を奪還解放したんだけど、その際ただ退却するだけだった他のロシア正規軍部隊とは違い、第76新鋭空挺師団はウクライナ軍に大きな損害を与えたとされ、その戦いぶりからも精鋭との評価が与えられていたんだ。そして、今年の1月には、ロシア軍が攻勢に出ていることが伝えられているウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州西部の、クレミンナ方面に配置されていたのが確認されて、あとは、6月にドネツク州のバフムートから撤退するロシアの民間軍事会社、ワグネルの戦闘部隊と交代部隊としてバフムートに配置されるなどしており、その間の戦闘によってかなり疲弊していたと見られていたのであるが、その後はルハンシク州の後方に配置されていたことが明らかになって、西側のシンクタンクなどでは戦力の回復を図っていると見られていたな。この第76新鋭空挺師団が抜かれたことで東部戦線のロシア軍が弱体化しただけでなく、配備されたにもかかわらず南部ザポリージャ州の戦線でもウクライナ軍の攻勢を止められていないぜ。ザポリージャ州では交通の要衝トクマクを中心に、ロシア軍が塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物を用いた、防衛ラインを30に構築していたが、その第一防衛ラインを突破されたことで慌てたロシア軍が第76新鋭空挺師団を、この地域に移動させて配備したものの、9月15日から18日にかけてはウクライナ軍が、南のトクマク方面に進撃している部隊が第二防衛に到達し、奪還したロボティネの西にあるコパニと、東にあるベルベイブの3方向に向けて前進していることが、インターネットや SNS などで公開されている動画や画像によって明らかにされたよ。特に東のベルベイブにウクライナ軍が到達していることが事実であれば、第二防衛ラインがすでに突破されていることになり、ロシア軍にとっては看過できない戦況に陥っているとされ、トクマク周辺のロシア軍が防衛体制を強化していて、対戦車用の障害物や新たな塹壕を設置していることをイギリス国防省が17日に戦況分析として報告しているんだ。ロシア軍にとっては最精鋭とされる部隊を抜いた東部戦線においても、またその部隊を投入した南部戦線においても、いずれも劣勢に立たされる展開となったため、まさに二頭追う者は一頭も得ずとのことわざ通りとなっている状況だね。その一方で、ロシア国防省は17日、ウクライナ軍による巡航ミサイルやドローンによる攻撃が続いているクリミア半島において、ドローン攻撃があったが防空システムによって全機撃墜し、ウクライナ軍の攻撃の試みは失敗に終わったとしているが、ウクライナ側からの反応は特に見られていないぜ。クリミア半島への攻撃関連のニュースとして、18日にオランダで動画や画像をもとに兵器の被害をカウントして公表している。オリークスが XQ ツイッターに、先週セバストポリ軍港のドックに入居していて空対地巡航ミサイル、ストームシャドウによる攻撃を受けた海キロ級通常動力潜水艦ロストフナドヌーの画像を公開したな。そのロシア海軍関係者が撮影したと見られる画像では、左舷の艦腹と後部に大穴が開けられ煙を吐いている。ロストフナドヌーが映っているけど、その損傷を見る限りでは廃棄処分になるのではないかとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。